動関数でね、もう小さい。あの辺お手頃なんが多いと思いますね。もうすっごい。これ盆栽ですよ、でっかいのね。こんなね、ちゃんと目切りもちゃんとされてます。あの有名なね、大隈重信さんが大事にされてた。横立ちますけど、これだけ大きいです。すっごいですね。すごい。見ていいですか？いや、こんな庭木の心拍。やば。すげえ。で、こっちちょっと見てください。これわかります？これ一本の庭木なんですよ。これ全部。この枝。まあここは高松盆栽の中でも木梨町の方の名園というか、まあ素晴らしい木がまあたくさんある、まあ神高障子園さんなんですけど、これちょっと年下のね男の子がまあ5代目で、まあそういう盆栽すごいのがちらほらあるんですけど、そうですね、まあすごく高価なのもありながら、まあ手頃なのも数多く残ってるだけでもね、数がね多いんですよ、ここ。すごいっすね、これ。全部自動関数でね、もう小さい。あの辺お手頃なんが多いと思いますね。わ、すごい。これ盆栽ですよ、これでっかいのね。はあ。よくまあこれ管理できてるなって思いますね。すごい、こんなん。やっぱ五葉松のこのサイズって。いや、すごいと思います。うわ。すげえ。おお。すごい。手入れ大変。目の数何個あるんだっていうね。本当ですよね。でこの辺にもまあ五葉松とかね、ふっと何気なし映ってる五葉松でも置いてる五葉松でもね。この足元も面白い。こんだけねしっかり枝が落ち着くまでは本当何十年かかります。単にこのサイズの五葉松っていうんじゃなくて、ここまで落ち着かせるためにどれだけ手間暇が正しい手入れが何年いるんだっていうような感じなんですけど、この盆栽園さんのすごいのがこれ名品って書いてね、名品瑞鳳殿って、随所の随かな、これちょっと違うかな、産んで宝という意味です。この中がまたすごいんですよ。なんかすごいスピードですごい木がいっぱい通過してますけど、何本かねちょっと写してみてもらったら分かると思うんですけど、ちょっとねこの盆栽の大事なねこの持ち込みの古さ、まあその前にまあ幹もすごいんですけど、これ伝わりますかねっていうね、これもねすごいでかいですよ。僕186センチありますけどこんなねちゃんと目切りもちゃんとされてます。ここの空間の木がなんか特別ってことですか？特別。もうそうですね。この辺高松盆栽全部合わせた中でもこのスペースはかなり特別な空間ですね。これ一般の人入れるんですか？まあ園主さんの許可さえいただけたら入れます。なんでここは来たら絶対来た方がいい。ね、高松来られたらここの瑞鳳殿の中に入れたらかなりうわっとこう驚きがあるんじゃないかなと思いますね。これだと思うんです。この大きい黒松、これあっち向いてる。そうですね。こっち向きかな。大隈重信。あ、これが。大隈重信公、居合の松って、居合の黒松。あの有名なね。大隈重信さんが大事にされてた。入らない。大きすぎて。もうちょっと。横立ちますけど、これだけ大きいということ。サムネにするんでもう一回手広げてもらっていいですか？こんな大きい。すっごいですね。迫力。ちょっと近くに。大河ドラマのね、渋沢栄一さんの話の時、大隈重信さん出てきてましたけど、はい、あの人が持ってた松らしいです。これ植え替えするにしても大変だな。いやもう目切りだけでこれ1日かかりそうな感じですけどね。そうですね、1日で終わるかな。ねこれじゃあ樹齢だとどのぐらいなんですか？いやもうこれ多分山鳥なんで、はい、もう何年だか分かんないぐらい。それ100年じゃ効かないと思いますね。まあ100年じゃ効かないそうですよね。ね200年とかもっと200年以上はいってそうな気がします。ちょっと園主さん、これもちょっと、あこれいいですね。好きな今見てめちゃめちゃかっこいい。個性あるな。そうですね。これはちょっとびっくりしたな。これが自然の中に生えてたのを何十年と手入れするとこうなると言うんですけど、この素材がまずなかなかないでしょうし、まあこんだけいい盆栽だったらね、どっかで売るチャンスはあったと思うんですけど、多分売りたくなかったんでしょうね。なるほど。もう自分のやっぱ宝としてこの神高正二さんが大事に持っておくということをした。これも綺麗ですよ。これこのうねりとこの迫力、これすごい。この黒細すごいです。いや素晴らしいな。ここも久しぶりに入りますけどいいですね。いや全部やばいですよこれ。うわこれも面白い木ですね。あこれ、あこれ赤松、あすごい。すごい。支えてるじゃないですか。先端の陣で。本当です。支えもできてる。そうですね。自分で支えてます。自分で支えてますよ。これも多分まあ瀬戸内海の島とか中心に、ああそういうあんまり人が入らないところにあった木、ね、これ赤松ですけどね、はい、ここ赤松なんかは瀬戸内海の島ではないかもしれない、まあ、ひょっとしたらそうかもしれないですけど、はい、まあどっかの山鳥ではもう間違いないです、ね、人工ではないです。絶対に自然の中。こういうのはね、こういうのはもう人工ですけど、うん、それでも多分樹齢780年は経ってるだろう、これでも川椒が素晴らしい。これこの黒松すっごいなこういう川のね黒松だとやっぱ迫力感じられていいですよね。いやこの瑞鳳殿の中の木だけでもね年間の手入れの数結構すごいと思うんですけど、そうですね、これプラスアルファいっぱいされてますから。何人ぐらいで管理してるんですか？多分今3人ぐらいでやってるから、いけるの相当仕事一生懸命されてる方なんで休まずやられてるそうです。すごいな。普通に一個一個見ていける。本当にねこれ小さそうですけどまあまあサイズありますけど、これにしてもすごいですよこれ。いやこれは綺麗本当に。これ直感になるのかな。直感じゃないかな、薄模様かな。とにかくねこの銀八二子葉松僕も時々動画出しますけど、はい、芽吹きは絵とはいえねここまでにしようと思ったら本当にすごい年月かかります。ここに価値が、枝にもしっかり価値が乗ってますね。これでも次なんですよ。最初は一目なんです。多分お箸ぐらいの黒松に五葉松の芽を1個継いだとこから始まって、多分畑でね何十年かおったと思うんです、太らすために。なるほど。で鉢に上がってからでもまた何十年と経ってこんだけ綺麗な枝になると。すごい絵力がね今回ね盆栽のフェスタがあるんで、はい、多分お店に並べられるのはこの辺なのかなという。値札ついてるのもありますね。そうです。気になりますね値札。これも古いですね。そうです。この辺ねサイズ手頃ですよね。そうですね。でもこの辺のお手入れされて出されるとは思うんですけど。黒と錦松。寿とか。寿。ご用。お手頃サイズではありますけど、しっかりしたね技術の方が作られてるので、小さいながらでもちゃんとできてる。そう、曲がついてますねやっぱりね。あとみんな古い、もう皮切ってるやつですね。そうですね、結構古いですね。1万円ぐらい。ここの園主さんちょっと恥ずかしがり屋さんなんで出てないですけど、あそこでね今も仕事ちょっとしてますけど。一生懸命仕事されて、あ、心拍ね、あ、この辺の心拍もこの辺はね生産ものなのかな、出てきそうですね。あ、臓器も結構作れてる。テイさん、心拍はこれ作られてるんですか？あ、ここの生産ものだそうです。心拍も結構なんかすごいのありますよ。輸出ができちゃうから心拍は本当今値上がりすごいですよね。でもやっぱり向こう側にも手頃な小さいのがいっぱい。それちょっと大きめでこういうのもね綺麗ですよね。そうなんですよ。すごいです。量がこれやっぱ生産地ってありがちなんですけど、皆さんね数すごいんですね。扱ってる数が。うちでもね鉢物が3000鉢とかね、畑が全とかなんかそんな数字出しますけど、数がね。これがああいうあたり手頃そうですね。手頃に見えないですよね、あんまり。サイズが手頃で値段はまあまあ値段は結構しそうですよね。パッと見の作りを見ると、何気なしに並んでる松でもちょっとすごいですけどね。本当に普通に素通りしてますけど、いやもう多すぎて結構かなりすごいですね。この辺も名品こうありすぎると普通に通り過ぎちゃうような。一本ドンとあるだけでもねすごいですけどね。そうですね。まあまあお値段はまあまあですけど、でもまあネット販売とかに比べたらちょっとね、遠方から来られる方でももしかしたら交通費も出るぐらいの値段かもしれない。そうですね。そうですね。針金にね、針金かけに自信がある方はこの辺は良さそうですね。いやこれ管理するのすごいな。いや本当すごいです。これでね、ここまででもすごいんですけど、はい、まだあっちにまだあるんです。なんかもうこの小さいサイズでもしっかり枝ができてね、なんか世界ができてますよね。そうですね。ストーリーを感じれるようなこの木のこの状態。いやマジです。奥あれ真柏ですか？真柏もありますかね。でかいの。あれ真柏かもわからず、はい、これちょっと見ていいですか？いやこんな庭木の真柏やば、すげえ。いやもうちょっと中に入ろう。これサイズわかるかな？あ、すごい。何メーターぐらいですかね、高さね。もっとありません？わ、すごい。真柏の中に初めて入った。この枝がこうぐわーって、いいですね。裏側からでもちゃんと枝にも模様があって、そう自然に、まあこの辺はね、どうなんだろう、まあ、上げたのかな。でこれにシャリ入れてるってことですもんね。ねすごい。でよう見たらここ水だ。水張ってる。やば。湿度を保ってるんでしょうね。水張って。すげえ。乾きやすいのを置いてるのかな。これすごいですよ。この小さいですけど、僕の手の大きさと比べて、はい、これぐらいのね。すごいですよね。これすごいです。これ何十万じゃ買えないです。うん。大台ははるか超えてます。はるかに。はい。この辺なんともなんとも。いやでもすごいありすぎてもう。県外ゾーンみたいな。何これ。これは黒松ですね。黒松。あれは赤かな。なんかすごい。わ、すっげえ。すごいね。この山鳥かな。ですよねきっと。これも。でこっちちょっと見てください。これ分かります？これ一本の庭木なんですよ。これ全部この枝。そう。土俵入りっていう名前がついてるんですけど、あの木が全部あそこから、これ手入れするの大変だって言ってました。だって入れないじゃないですかね。どうにかしてなんか隙間作ってますね、時々ね。人が入れそうな。でももうすぐ剪定時期なんかな。なんか大変。ちょっとこのなんですかボリュームで1本の動画にするのもったいないですよ。すごいですよ。3本4本撮れるな。やば。でももう一番歴史のある、まあすごい盆栽園というか。下頑張ってますと。枝の手入れだけでもすごいですけど、この枝をこう維持するっていうのが伸びてるところを取りたいですよね。もう、うわでもこれ全部根か、根じゃない幹が横に倒れてるような。幹もどうなってるんだっていうような幹ですね。そうですよね。すごい。本当に。まあまあこれね、家1軒分ぐらい広さありますよね。この枝の広さの家があったらまあまあ広いですね。これはやばい動画ですね。本当に。これはちょっとやばい。土俵入り。手広げてそうです。土俵入り。土俵入り。ありがとうございます。感じで。他人が。いやーちょっとびっくりした本当に。いや本当ちょっとどっかカメラ向けるだけすごいなっていうしかないんですよね。これどうかなって思ったらすごいなみたいな、ね。いやマジですごい。普通追いつかない。すごいですね。動画出てくださいって言われてもその時間を惜しんで今作業されてます。あ、さっきのね名物松土俵入り、ね、さっきの黒松庭木の、はい、こんな影にもあるけどこれもすごいですよ。そうですね。これもいい木ですよ。置き場所がないからここあるのかなっていうぐらいな、うん、でもいい木があるっていう。これも値段書いてますね。50万円。50万円です。50万円。どう買いに来るんでしょうね。業者さんかな。業者さん来られますね。業者さんですよね。でも持ち込みが古い盆栽多々ありましたけど、それはやっぱその売ってないからあるっていうことなんで、なかなかそう簡単には売ってくれない。信頼を勝ち取ってくださいと。そうですね。じゃあ僕は売ってもらえない。売ってもらえない。今木梨のね、もう名園中の名園の神高正樹園さんに来たんですけども、多分今の動画で取りきれんぐらいまだまだねすごい木が隠れてるだろうなと思います。なんでまあ盆栽の里のフェスタ10月22日23日ありますけども、まあそこでねまだまだこういろんな盆栽見たいぞと、高松来たからにいいもん見たいぞと思う方はね、ぜひまあ神高正樹園さん来ていただいたら結構驚きの、盆栽園だと思うんで、ぜひぜひお越しください。はい。撮ってて思ってたんですけど、はい、違うチャンネル撮影してるみたいです。ちょっといつもの盆栽 Q さんとは違う感じ。しかも僕が喋ってるっていう違うチャンネルでやってる人間が喋るみたいなね。ちょっと思いました。はい、でさっき話で出たんですけど、はい、持ってく商品をちょっと迷ってる。あ、そうです、ね。っていうお話だったんで、そうですね、もしこんなの持ってきてほしいっていうのがあったらコメント欄で書いてもらえると。今ちょっと駆け足で撮影したみたいな感じですけど、 あそこに映ってたらこんなの持ってきてほしいなみたいなのがもしあればね、コメント欄書いていただいてね、でそのコメント欄ありましたら僕が園主さんにお伝えするんで、うん、はい、もしかしたら持ってきてくれるかもと、はい、まあなければないでもうこの現場に送るまでもね、盆栽の里からもう15分もあれば着くと思うんで、うん、まあ直接お越しになられてもいいと思います。はい、はい、ということで、ではでは実は以上です。僕の決め台詞を今言おうと。いやちょっと言ってもらっていいですか。僕のチャンネルの方は盆栽からしたらもったいない、違うな。はい、まあ以上です。はい、ありがとうございます。はい。